アルベルト・カール・ルート・ビヒゴット・ヒルフ・ギュンター・アルベルト・ギュンターは、ドイツ生まれの魚類、爬虫類両生類分野の動物学者である。イギリスの大英博物館で働いた。ビュルテンベルク王国エスリンゲン・アムネッカーに生まれた。ボンとベルリンで進学を学んだ後、チュービンゲンで医学を学んだ。1857年に、大英博物館で、魚類学者として、働くようになり、 ジョン・エドワード・グレーの後を継いで、ロンドン自然史博物館の動物学の学芸員となり、1895年まで働いた。八巻の魚類図鑑を発刊した。爬虫類や両生類のコレクションも研究した。1864年に動物学文献記録を創刊し、6年間編集を行った。動物学文献記録は、 現在も、ツーロジカルレコードとして、トムソン・ロイター社から、オンラインでも発行され続けており、2014年に、創刊150周年を迎える。1874年に、イギリスの国籍を得た。日本古有種のミズラモグラ・ユーロスキャプター・ミズラは、神奈川県横浜市産の標本に対して、1880年に、新種記載されたものである。 1867年に、王立協会の会員に選ばれ、1875年から1876年まで副会長を務めた。動物学会の委員を40年間にわたって務めた。1877年に、ロンドン林例学会の会員に選ばれ、1896年から1900年まで会長を務めた。1878年、王立協会から、 ロイヤルメダルを受賞した。トムセン・ルーターズ2013ギュンター A、A1880 オックスフォード・ディクショナリー・オブ・ナショナル・バイオグラフィー2004ボリューム24アビチュアリー・プロック・ロイ・ソー・クロンド88バイトサイクスビウィキメディア・コモンズにはアルベルト・ギュンターに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。